国土交通省の許可が出ました。大阪府の北大阪急行は5月に国土交通省に申請した千里中央から北に向かう路線の鉄道事業の許可や軌道事業の特許の申請が申請通り許可・特許されたと発表しました。今後は早い段階での着工を目指すということです。許可が出たということでまだこれから着工していくということですね。そうですね、やっとこれでやって営業していいよみたいな許可なんで、うん、まだまだこれからかかるんですけど、一応正式に発表とか北大阪急行からここまでやりますみたいなことではないですけど、予定としてふんわりした予定としては2020年頃までにできればいいなぐらいな感じで目指して動いているとのことですね。向こう5年度っていうことですね、はい。